とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、モッド入れてみました。何のモッドかっていうと、ウィザーモッドですね。あの、ウィザーが出てくるんですよ。で、残念ながら、敵としては出てきません。ペットです。はい。鶏の赤ちゃんが、ウィザーに変わるんですよね。こんな感じです。実際やっぱね、ボスとして戦いたいところですよね。でもおそらく、ウィザーとエンダードラゴンは出てくるんではないでしょうか。そのうちね。うん。まあまあ、これよりももうちょっとサイズ的には大きいとは思うんですけども、まあペットとしてはこんな感じです。では、デイリークエストでも行ってみましょうか。ついてくるね。それでは行きまーす。パンダ高原ですね。わ、後ろからこれがついてくると若干怖いね。ウィザーはね、もう苦い思い出しかないんで、嫌なんだよね、本当に。危ねえ。死ぬ死ぬ。ウィザーはね、本家マイクラの方で、街一つね、潰された記憶があるんで、すごい怖いんですよね。なんだろう、もう初めてウィザーを召喚するときだったのかな、あれは。結構舐め腐って言ってたのよ。あ、まあまあ勝てるでしょうぐらいの感じで。ならもう全然勝てなくって。街一つね、破壊されたもんね。あれはやばかった。ウィザーは本当に。あそこまでの破壊力があるとはね、思ってなかったもんね。どうせエンダードラゴンより弱いんでしょうぐらいに思ってたら、全然、エンドラの5倍ぐらい強かったからね。ああ、実際倒しきれなかったもん。実際倒しきれずに、もうなんか、ワールドを完璧に破壊されて、もう作り直すことになったんだよね。あれはやばかった。なので今回のダンジョンズでのウィザーも、そんな感じでものすげえ強いのかな。てか、おい、いないぞ。ウィザーがいなくなってる。あいつどこ行った。ウィザーがいないんですけど。消えたね。なんか、あいつ消えちゃった。え、どこに行った。あ、いたいた。なんか挟まってたっぽいね。で、今も多分どっかに挟まったわ。結構なんだろう、鶏の赤ちゃんではあるんだけども、サイズがでかいから、挟まったりするんだな。あれ、いない。ってことは、まだ先だね。だいたい今のところに1体ぐらい、キャプテンがいることがあるんですけど、ちょっといないですね。ならば、先の洞窟の中に、いるかな。ここも結構ね、多めにいるんだけど、どうだろう、6体いてくれれば嬉しい。うおい、出た、冬射撃最悪。冬やめろ。冬射撃は勘弁してほしい。何もできなくなるからね。 OK。 あれ、あ、ウィザーいたいたいた。あ、なるほど、ネットが不安定みたいですね。ネットがなんかすごい不安定。オーケー。ガシガシ行きまーす。いや、このウィザーさ、なんか攻撃手伝ってくれればいいのに。あの爆弾みたいなやつを吐き出してくれればいいのに、もう最強だけどね、それだったら。さすがに、ただついてくるだけのキャラクターか。よし。あぶねえ。ポーションバリア切れるともう一巻の終わり。よし。オッケー、いいね。さあ、中には、いるんでしょうか。どうだろう。やばい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 、危ねえ。死ぬとこ死ぬとこ。はい。はいはいはい。行くぞ。あ、そろそろ矢を変えてもいいかもしれないですね。矢を変えようかな。お、独創状態にするが、完了です。はいはい。なんかウィザーがさ、こうついてくるから、これゴーレムと一緒でさ、ほんと攻撃しそうな感じはするんだよね。でもしてくれない。
すればむちゃくちゃ強いのに。多分俺よりも強いでしょうよ。ちょっと装備を変えていきますね。ウィンドボーにしていきます。こっちの方が DPS かなり上がるので、こっちでいきましょう。はい、キャプテン発見。どこだ、あ、いた、弓の方ね。はい、はい、倒しました。まずは脅威からで、この近くに多分まだ全然いると思うんだ。あー、この先には絶対いる。神秘はね、3つ出てほしいのよ、の方が面白いので。神秘は3つ来て、脅威は別にね出なくていいから、まあ出てほしいけどね、出てほしいけども、まあ、最悪なくてもいい。神秘を出してくれ。あぶね、これ死にそうだな。 OK、いるね。多分この先に一体はいるはず。行くぞー。いた。あー、ポーションバリア使うの早かったけども OK。 はい、脅威か、脅威でしたか。お、キャプテンいる。どこだ、こっち、この先。あ、いたいたいた。オッケー、いいよ。え、ちょっとまあ、ザコも全部処理しときましょうか。お、まだいるんかい。神秘、なんだ、モブ速度 50% アップ。うん、ぬるい、速度はぬるいね。はい、こっちにもいる。あ、あ、こっちか。どこ、いたいた。はい、アイテムボーナス入ってるからパワーポーションが出る可能性があるんでやりやすいですよね。あれ、ちょっと待って、え、旗は、あれ、は、は、旗がなくなった。あ、ああ、下に埋まってるんかい。下に埋まってた。モブ HP 140% アップ、いいね。戦いにくいだろうけども、パワーポーションがあればいい。よし、なんかウィザーが先に行ってる。もう蹴散らしてくれ敵を。お前の力で蹴散らすんだ。あ、いないか、キャプテンなし。 OK、 いいんじゃない、もういないかもしんないね。はい、じゃあ進んでいきます。ポーションバリアのもう時間が見えないっていうのが本当に嫌だな。ポーションバリアの時間が見えないから、いつ使えばいいのかが全然わかんない。あー、もう切れた、最悪。 OK、 切れちゃったよ。で、もう終わりじゃないですか。ほらほら、終わりだ。キャプテンももういなかったですね。はーい、旗4つでクリアとなりました。ウィザーがいない。あれ、今日の主役のウィザーがどこ行った。結構消えるんだよね、お前すぐどっか迷子になるんで、どうしようもないやつですけども。あ、確かにウィザーアーマーとウィザー似てるね。うん、まあそりゃそうか、似てるわな、すごい似てます。はい、ということで今日は、ウィザーモッドでした。できればねこいつと戦いたかったんだけども、残念ながら戦うっていうことはできません。ペットとして出てきます。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。